ご主人様、エリカちゃん、そろそろ起きる時間ですよ。あらあら。分かっていますわ、ご主人様。エリカちゃん、朝ですよ。さあ、起きてくださいな。すっかり熱も下がったみたいですね。ご主人様のおかげにゃ。さあ、ご主人様も部屋に戻って着替えをしてくださいな。ご主人様、昨晩はエリカちゃんがご迷惑をかけたようで。ところでご主人様、エリカちゃんの話を聞かれましたね。直感みたいなものです。別に部屋を覗いていたわけじゃありませんわ。ご主人様、一つ質問してよろしいですか？どうしてエリカちゃんにキスをしてあげなかったのですか？ご主人様はやはり優しい方ですわ。でもエリカちゃんは捨てられる恐怖だけでご主人様に奉仕しようとしているわけではありませんわよ。エリカちゃんはご主人様に尽くしたいだけなのです。エリカちゃんはあんな素振りをしていますが、基本的には無垢で純真な女の子なのですから。わかりましたわ、ご主人様。でも、もし納得がいったその時は、どうか受け入れてあげてくださいね。エリカちゃんも他の子たちも。ご主人様に奉仕して差し上げたいのはエリカちゃんだけじゃありませんわ。でしたにゃ。うん、エリカ、本当に嬉しかったにゃ。だからこれからは別の奉仕でご主人様に認めてもらえるように頑張るにゃ。ご主人様、何かしてほしいことはないですかにゃ？本当にですかにゃ？ご主人様、何も遠慮はいらないですにゃよ。任せてくださいにゃ。お願いですからエリカにお世話させてくださいにゃ。ご主人様、とりあえずそこに座ってくださいにゃ。お肩を揉ませていただきますにゃ。ありゃ、ご主人様、気持ちよくないですかにゃ。待ちしましたにゃ、ご主人様。湿布ですにゃ。さあご主人様、肩を出してくださいにゃ。はいにゃ。唐辛子とタバスコとその他数種類のスパイス入りの秘薬ですにゃ。ご主人様。起きてください、ご主人様。ご主人様。大丈夫ですか、ご主人様。一応軟膏は塗っておきましたが、しばらくは皮膚がひりつくかもしれません。大事に至らなくてよかった。一時は顔が風船みたいに腫れてたんだよね。適した赤鬼の面のようでしたわ。あの軟膏は筋肉痛などにはよく効くのですが。さて、ご主人様も回復したし、あとはエリカの処罰を決めるだけですね。エリカちゃん、ご主人様がお目覚めですよ。ごめんなさい、ご主人様。ご主人様、エリカに対する処罰はどうしましょうか。いいですにゃ。悪いのはエリカにゃ。どんな罰でも受けますにゃ。エリカもこう申していますし、早速エリカに罰を与えようと思うのですが。そうそう。今回は許してあげましょう。エリカちゃんも悪気があったわけではありませんし。そうやって甘やかすから、エリカはドジが治らないんだよね。ファーム。エリカが不注意で資料不足というのは客観的に言って否定できまい。でもエリカちゃん、掃除や洗濯はとっても上手だし。技能に問題はないとして、エリカの問題点は適切な加減を知らないことだな。そうよね。エリカは夢中になっているかサボって居眠りしているかどちらかだもんね。エリカ、サボったりしないもん。そうですよ。木の葉にはわかりますわ。退屈だと体が勝手に寝てしまうんですよね。まあまあ、それは猫族の特性ですから。そもそも猫族は規律正しい集団生活には不向きかもしれない。ペットには最適なんだけどね。猫さんだって役に立ちますわ。ほら、猫の手も借りたいということわざが。とにかくエリカちゃんだって一生懸命にやっているんだし。行為に夢中になってすぐに目的を忘れてしまうがな。悪いのはエリカにゃ。エリ何かが役立たずなのがいけないにゃ。ちょっとみんな言い過ぎよ。私は冷静に意見を述べただけだ。それをどう捉えるかはエリカの問題に過ぎない。私は本当のことしか言ってないし。私の発言がまずかったのでしょうか。まあまあ、喧嘩するほど仲が良いと言いますし。誰もエリカちゃんが不必要なんて本気で思っていませんわ。それはエリカちゃんもきっと分かってくれます。どうなの、アメリア。私だって不必要とは言っていない。エリカは愛玩目的には最適だと認める。大丈夫だよ。ご飯を食べればケロッとこんなこと忘れちゃうに決まってる。ご主人様、大丈夫ですよ。あの子はああ見えて強い子ですから。今は一人にしてあげましょう。きっとすぐに落ち着いてくれますから。さあさあ、そろそろ昼食の準備をしましょう。さあみんな手伝ってちょうだい。エリカ、まだいじけてるのかな。あの食いしん坊さんが食事にも来ないなんて。ご主人様、ちゃんと食べないと体に力が入りませんよ。そうそう、エリカのことは心配しないでください。後で私たちで手分けして探しますから。しかし、エリカさんを見つけたとして、まだ落ち込んでいたらどうしましょう。それでしたら私たちも。どうして？みんなで探せば早いのに。それに？わかりました。ご主人様、エリカちゃんのことをよろしくお願いします。あ、ご主人様、ちょっとだけお待ちください。どうかこれをエリカちゃんのところに届けてあげてくださいな。エリカちゃんの大好物ですわ。主人様が許しても、エリカは自分が許せないにゃ。ことで大げさでもないにゃ。エリカ、ご主人様にあんなこともしてあげたい、こんなこともしてあげたいってずっと考えてたにゃ。なのにエリカは何もしてあげられないにゃ。それどころか閉じってご主人様に迷惑かけて。主人様は優しいからエリカが役立たずでもきっと我慢してくれるにゃ。でもエリカはご主人様に何もお返しできないにゃ。エリカはそれがつらいにゃ。やっぱりエリカは役立たずにゃ。かりましたにゃ。行きますにゃ。どうしたらいいんでしょうね。エリカちゃんの様子はいかがでした？そうですか。構いませんが、ただ私が慰めても意味がないと思いますよ。それはもちろんご主人様しかおりませんわ。多分エリカちゃんにとってはご主人様に慰めていただくのが一番嬉しいと思いますよ。なんといってもご主人様はご主人様ですから。そうですね。もちろんそれもありますわ。でも私がご主人様にお仕えしているのは、ご主人様に将来立派なご主人様になっていただくためですわ。エリカやマージやファムを守ってくださる将来の立派なご主人様。それはご主人様が自ら学んでいかれることですわ。しておりますわ、ご主人様。とりあえず夕食を食べながら考えましょう。